こんにちは。今日はまた秋代らしいユニークなドライブレコーダーのご紹介となります。以前はミラー型として使えるナイトビジョンドライブレコーダーのご紹介をしたんですが、今回はなんとキャンプ用として使える多機能カメラ AKY-M1 のご紹介をいたします。で、こちらなんですけど、パッケージを見ていただくと、暗視機能、人感センサー、防水仕様、1080p の高解像度、内蔵バッテリー、タイムラプス動画、インターバル撮影、前後液晶モニターということで、8つの機能がついております多機能カメラなんですけれども、それ以上にすごいところがありますので、今回私なりにこちらを使ってみてご紹介をしていきたいと思います。今回なるほどなって思ったところは、後ほどご紹介するんですけれども、まずはこちらの多機能カメラの筐体をまずご紹介していこうと思います。で、こちらが本体になっておるんですけれども、これがカメラになっております。先ほどご紹介した通りで、高解像度でフル HD の 1080p 相当のカメラを搭載しております。で、この横にあるやつが、暗いとこでも使えるように赤外線ライトがついております。で、さらにこちらの下に行きますと、こちらが表面の液晶モニターとなっております。で、下に行きますと、これが人感センサーになっておりまして、周りの温度変化によって人体検知を行う。そういった機能になっております。で、下に行きますと、こちら物理ボタンが3つついておりまして、まあ、こちらを見ていきたいと思うんですけれど、まず電源を入れてみたいと思います。ここを長押しします。そうすると、おなじみの、ハロー秋よというアナウンスが流れます。で、今この状態なんですけど、白い文字が出てるんですが、ここがバッテリーの残量。で、下が常時録画のカウンター。で、こちらが SD カードが入ってるか入ってないかっていうのを確認するための印になってます。で、一番左がマイクが入ってるんで、マイクオンの表示となっております。で、これをそのまま押すと、常時録画が始まるようになっています。で、また押していただければ止まるようになっています。で、さらにこちらなんですけども、これが人感センサーと言っているものでして、これがセンサーなんですけれども、周りの雰囲気の温度の変化によって、人感センサーが働いて動画を収録するといったものになっています。今、パチって言いましたけれども、人感センサーが働いて収録している時というのは、この表示というのは消えている状態になっています。ここを押していただくと、このディスプレイが立ち上がって、カウントが始まっているというのが確認できるようになっています。で、さらにこちらなんですけれども、タイムラプスも設定が、タイムラプスも使えるようになっておりまして、1秒、2秒、5秒と、この3つの項目で収録の方ができるようになっています。で、さらにこちらは、ドライブレコーダーではない機能なんですけれども、インターバル撮影というものになっておりまして、1分、2分、5分、10分、30分、1時間、2時間、5時間、24時間ということで、まあ、この間隔ごとでワンシーンの静止画を撮っていくといった機能になっておりますので、より長時間定点観測をしたい風景等を撮りたいといった場合に、まあ、使うためのものとなっております。まあ、よりタイムラプスよりもワイドな時間で一枚のシーンを撮って、その一枚一枚のシーン自体を組み合わせて、まあ、一つの動画にするという、そういった機能になっています。そのインターバル撮影が始まっている時っていうのは、もうこういった状態になっていまして、まあ、その間、待機している時というのは、電力の消費が極めて少ないので、バッテリーの消耗も非常に少ないので、長い時間収録ができるといったメリットもあります。で、このような状態で開くと、先ほどの動画というものが、先ほどの1枚のシーンというのが動画に構成されるといった、そういったものとなっています。
後ろのディスプレイはモニターになっておりまして、レンズが映している視界、上に行きますとマイク、SD カード、それから赤外線センサーの作動の運の確認ができるようになっております。こちらは Wi-Fi と赤外線センサー使えるようになっておりまして、その使い方なんですけれども、まず Wi-Fi なんですけれども、この M のボタンを長押ししますと Wi-Fi の切り替えができます。今切れてます。で、今入っているといった状態です。で、アプリを開くことによって白く表示されるようになります。で、もう一つは一番下の四角いボタン、こちらを長押しすると赤外線モードに切り替わりまして、さらにこちらもう一回長押しすると赤外線モードが戻るといった操作となっております。またこちらの M1 は後ろにマグネットがついておりますので、例えばこういったバックル、これは付属になっておりますこちらバンドがあるんですけれども、これを通して使うタイプのものとなっております。通して固定をするという使い方もできるようになっております。こちらこれも付属のプレートになるんですけれども、まあ、これをこうピタッとこうかなり強力に付けられるようになっておりますので、プレート自体をこの付属の両面テープ 3M のものになりますが、これを取り付けることによって磁石でも接着して設置するということができるようになっております。あともう一つはこういったアキーヨのストラップがついておりまして、私自身もこちらの開発者お会いしたことあるんですけれども、実際にこの M1 を使わせていただいて、開発者の意図がしっかりと反映されている製品だなということを皆様にもお伝えできるかと思います。最後になるんですが、この筐体の底面はここに SD カードが入るようになっておりまして、こちら側はカメラのマウントのネジがついております。このように当てていただきますと、こちらが USB-C チャージするときに使うポートになります。で、こちらの方がマイクロ SD カードが入るようになっておりまして、32ギガの SD カードも付属しております。もう一つの機能なんですが、こちらはポータブルの多機能カメラということで、主に携帯になるんですけれどもアプリがついています。で、私の場合は AI ボックスを使っているので、試しに AI ボックスを使って、つなげての使用例をまずご紹介するんですけれども、非常に使いやすい機能になっています。で、ここを押していただきますと、はい。今これ、私のカメラなんですけれども、このような形で映し出すことができるということで、こういった機能もついております。これがあると便利だっていうのは、どういった映り方をしているのかっていう確認です。カメラの位置を確認するときに使えるかなと思います。もちろん、このカメラ自身は後ろにもディスプレイがついておりますので、特にこのアプリを使う必要っていうのはないかもしれないんですけれども、こういった使い方もできるということになります。で、ここで、収録、こちらで写真撮影と、まあいうことができるようになっております。アプリなんですが、こちらアキーヨというアプリがありまして、こちらを使います。で、こちらをタップしていただくと、このような形でホーム画面が出てまいりまして、カメラ、アルバム、続きという項目があります。で、すでにWi-Fi にはつなげておりますので、ここをタップしていただければ、先ほどの画面にすぐにつながるようになります。冒頭でもご紹介した通り、この多機能カメラを使ってすげえなって思ったところなんですけれども、それをご紹介していきます。私個人的にすごいなって思ったところは何かと言いますと、この下にあります、この三脚になります。これ今も私何回も使ってるんで、うすうす気づいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんといってもこれ自在で
足がこのような形で曲げることができます。これなかなか今までなかったんじゃないかなっていうような感じで、私自身も個人的にこのカメラ動画を撮ることが多いので、こういった三脚になってくるとより一層理想的なポイントで、かつ周りの状況もいろんな状況下の中でもしっかりと対応できるような、そういった三脚になっているので、これはねすごくいいなって思いました。特にこういったカメラ、これドライブレコーダーとしてももちろん使えるものになってるんですけれども、ドライブレコーダーですと、こちらに関してはミラー型のものなんですけど、カメラをこういった場所にもう取り付けたりしないといけなかったりするわけですし、またこういったドライブレコーダーも、位置合わせをしないといけなかったりとか、車内カメラがついてるドライブレコーダーなので、カメラもこういった位置に合わせたりとかっていうのがあるわけなんですけれども、ポーダブルのメリットっていうのは自分の好きな場所に合わせて収録ができるっていうことになります。なのでこのポーダブルの多機能カメラ、 9000mAh のバッテリーが内蔵されておりますので、最大で言いますと28時間連続録画が可能という、そういったレベルのバッテリーが内蔵されておりますので、非常にこのカメラとこの三脚というものがしっかりとマッチしているということで、フレキシブルでいろんなところに使えるということになります。さらにこれ面白い仕掛けにまたなってまして、さっきよりも位置が下がったのが分かっていただけるかと思うんですけれども、ここのダイヤルを回すことによって、この足のつなぎ目の部分っていうものがより一層フラットになります。分かりにくかったんでもう一度お見せすると、通常だとこのぐらいの高さなんですけども、このダイヤルを回します。そうするとここまで低く設定することもできるということで、このダイヤルで高さ調整もできるし、この足で高さ調整もできるし、用途によって、立たせるだけじゃなくて、例えば木に引っ掛けたりするといったこともできるということで、そういった意味において、このカメラとこの三脚が一体となって、キャンプ用多機能カメラという呼び方の商品となっております。これは非常に使い勝手としてはいいかなと思います。私キャンプはやらないので、どちらかというと、車メインでの紹介になってしまうんですけれども、これらによっていろんなシーンの動画を撮ってみたので、そちらをご紹介していきたいと思います。でまずは、通常通りのドライブレコーダーと同じなんですけれども、インパネに置いた時の状況で、これはインパネの中心の位置に置いております。でまたこのドライブレコーダー自体のスタンドが自由度が高いものになっておりますので、位置を下げることによって、よりフロントガラスの前、フロントガラスの奥と言ったらいいんでしょうか、そこに置くことができますので、より対向車の撮影が近距離で行えるということで、ナンバーの認識もしっかりできるくらいの解像度をしっかりと持っているというのが、この動画でお分かりいただけるのではないかと思います。次にドライブレコーダーである車内カメラ風に動画を撮影しました。このカメラ自体が設置の自由度が非常に高いので、低く設置ができて、かつフロントガラスを奥に置けるので、この運転席側の左右の窓を見てもいただくと分かると思うんですけれども、非常に広い視野で映し出すことができるということが、まずメリットとして挙げられます。今売っている市販の3カメないしは4カメのドライブレコーダーって、どうしても車内カメラの取り付ける位置というのが運転席に近いところにあるんで、どうしてもこの運転席側、助手席側の窓ガラスっていうものがいまいち視覚が乗っかってしまうという状況っていうのがあります。ですがこれは設置する位置の自由度が非常に高いということもあって、運転席、助手席の窓ガラスで外側を見る、監視するということができますし、かつ後ろのハッチまでしっかりと車の周りの状況というものが収録できるということになっておりまして、3カメのドライブレコーダーじゃ足りなくて、
車内カメラも欲しいという場合にもすごく役に立つ多機能カメラであることが皆さんにお伝えできるかと思います。次に人体検知なんですけれど、こちらが今人体検知モードでの動画の収録になっているんですけれども、人を検知してからの動画の収録となっております。このように人が検知してからの動画の収録になってしまいますので、衝撃検知とまあ同じような感じですね。一番最後の動画が分かりやすいんですが、はい、私が乗り込んだ瞬間に動画の収録が始まるといった状況になりますので、人を検知する前の状況というのは、まあ、収録ができないということにはなっております。次にタイムラプス録画のご紹介なんですが、こちら今私がドライブレコーダーをつけている時にこの M1 を使ってみたんですけれども、例えば作業の工程を撮影をしたいといった場合なんかもすごく重宝するモードになっているということが、この動画からもお分かりいただけるのではないかと思います。さらにこちらはコンビニでのタイムラプスなので駐車監視の役割になっているわけなんですけれども、先ほどもご紹介した通りで非常に位置が最適なポイントに設定ができるようになっておりますので、ものすごく窓ガラスよりも外の収録状況というものが捉えやすくなっておりまして、状況証拠という意味においても非常に使いやすいドライブレコーダーとなっておりまして、また2カメのドライブレコーダーしかなくて駐車監視が今一つ不安なんだよねという方においては、例えばミラー型のドライブレコーダーを使っててこの M1 多機能カメラとしてタイムラプスを使ってみるというのも非常にいい使い方なのではないかなと思います。最後に赤外線カメラを使いながらのタイムラプス収録になります。こちら見ていただきますと、赤外線を使っている状態なので白黒の状態ではあるんですけれども、暗いところであってもしっかりと窓ガラスよりも外の状況、車の外の外回りの状況というものが収録できているのがお分かりいただけるのではないかと思います。最後にインターバル撮影というやつなんですけれども、こちらはどうなるかと言いますと、夜間にかけて1時間おきに撮ったインターバル撮影なんですけれども、まあ、このように、まあ、タイムラプスみたいな感じで撮ることができます。まあ、もちろんタイムラプスよりもかなり間隔が空いちゃっているので、ドライブレコーダーのような駐車監視という形用途では使えないんですけれども、定点観測をしていて風景の移り変わりを長時間において撮りたいといった場合には、インターバル撮影というものが使える機能なのではないかなと思います。はい、ということで今回はアキーヨの新しい新商品、ユニークな機能が備わったキャンプ用多機能カメラ、こちらのご紹介を今回は私は車で使った場合のインプレッションさせていただきました。こちらのカメラなんですが、多機能の方は多機能カメラということを謳ってるんですけれども、私個人的にはドライブレコーダーの足りないところを補ってくれるカメラとしてはものすごい最適だなということをまず感じました。デジタルミラードライブレコーダーはハイエンドでも2カメラタイプのものが多かったりするんですけれども、そうしますとさらにドライブレコーダー3カメ以上のものを追加しなければならなくなるので、価格も高くなってしまったりとか、配線が増えてしまって取り付けが面倒だったりするわけなんですが、これはポータブルで内蔵バッテリー、さらに容量もそこそこ大きいものになってますんで、2カメラでは補えないドアパンチ等の状況証拠を撮るという意味においてすごく使えるカメラだなということを感じました。でさらに通常の3カメタイプモデルよりも位置合わせがすごく自由度が効きますので、そういった意味からもこのカメラはドライブレコーダーとしての第3のカメラという意味においてものすごく使えるカメラなのではないかなということを感じました。なのでこういったカメラは他のメーカーではないカメラになっておりますので、ぜひこちら導入してみたい、使ってみたいと思われる方はクラウドファンディングで、こちらの方はクラウドファンディングの幕開けより販売される予定となっておりますので、ぜひ詳細概要欄に貼っておりますので、そちらの方を確認していただければと思います。
それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。